はい、どうも僕です。ということで今回もドラゴンクエストライバルズエースやっていきましょう。ということで今回の敵は最強のテンションピということで、今回はテンションピサロ8ピサロを作ってまいりました。しかしながら今回は熟練度系のカードも採用することによって8ピサロをさらに強くしていこうというデッキとなっております。まあ、基本的には AP 昔流行ってたような AP なんですが、ただそこに熟練度系のカードを採用することによって、例えばエビルフランケンだったらテンション4回使ってたら、2コースで出すことができますし、まあ、無道だったら3回使ってたら全体2点ダメージってことで、まあ、一応あれだね、指導の上位互換みたいな動きができるんでかなり強いですし、あとやっぱテンション系が増えてくれたんで、まあ、エビプレとかもかなり使いやすくなったんじゃないかなと思っております。まあ、あとは基本的にはスキルブースト要因と熟練度系のカードを、まあ、混ぜただけなんですが、であとこのエビルポット、こいつがね結構強くて、まあ、ほぼほぼベビーパンサーの上位互換の動きができるんで、まあ、ドローソースとなりつつさらにテンションが上げられるということで、このデッキではかなり重宝するんじゃないかなと思っております。なのでベビーパンサー1枚しか採用していないっていうのと、まあ、あとは基本的にそうだね、今流行ってるような熟練度ピサロに入ってるデッキと、8ピサロに入ってたデッキを組み合わせた感じとなっております。それでは早速やっていきましょう。レッツラゴー。よしやってこう。そしてカードはデッドエンペラートゲコンボ氏へのイザナイということで、ここはトゲコンボを残していきましょう。さあ、そして北方エビルポットとベビーパンサーということで、うん、まあ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 いいんじゃないかな。テンション系が3個あるんで、まあ8としてはめちゃめちゃありがたいと。さあ、ここでまずはブチターク、まあこれでエスタークを持ってきたんでしょう。さあ、まずは私の出番だということで、まずは8を使って香水のステイだよからのテンションアップでピサロナイトを出してエンドを守るといいね。さあ、ここでまずはテンションアップ。まあ基本的にあれだよね、8ピサロ使う場合は後半だったら、まあ、クモツとかがない限りは、まあ、8使ってテンションアップっていうのが基本なんで、まあ、クモツあったらどうだろうな。あ、でもクモツあっても1コスユニットを手札に持っている場合以外は、まあ、基本使わなくていいのかな。さあ、テンションアップ。あ、お相手ヒーローカードを使わないということは多分これあれかな。あ、待って、相手なんで死んだんだっけ。1コスってなんだっけ、テンションアップだっけ。テンションアップか。だったら、あ、そうだね、ゾーマだね。全てを滅ぼすものを2コス以下だったら基本的に使うと思うんで、あ、使わないんだ。まあ魔王系持ってないのか、それともベビーパンサーだともったいないからなのか。さあ、まずはエビルポットを使ってテンションアップでピサロナイトを出してエンドを守ると、これ強いね。やっぱりエビルポットがね、何が強いかってね、まあ熟練度2以上だったらベビーパンサーの上位互換なんで、これがめちゃめちゃ強い。さあ、ここで小さな相棒が出てくる。さあ、相棒テテテテンからのエスターク。まあエスタークはまあまあまあ5ターン目に出したら結構強いんで、まあ、持っておくに損はないかなと。死者の魂よ、結構 MP ブーストしてくんな。ただまあ、あー、なるほど、まあ次のターンレベルに使いたいからかな。さあ、ここでまずは受けてみます。まあただミイラオとかは取る必要ないんで、まあ適当にトゲコンボ&テンション、あー、ブチターク、トゲコンボからのテンションアップ。そうだね。でここでまあ2点2点の4点ダメージをフェイスに与えていくと、まあおそらく相手、まあレベル2の効果使ってくると思うんだけど、まあただ、まあ、ここにいるユニット自体はそんな6コスと相当くらいなんで、まあまあまあ別にやられちゃってもいいかな。そうだね、まあここはやられる。残念だったな。まあ残念なところは言うてもエビルポットがカード引いてくれなかったことくらいなんで、まあまあまあいいでしょう。まあ、あ、でもどうだろうな、ミイラ男取っておくっていうのもありだったんかな。まあ別にそこまでする必要はムードを、まあここはトゲコンボ&テンションアップでプチタークかな。うん、まあ失礼、エスターク使うっていうのもありだったかもしれないんだけど、はい、我がしもべからのエスタークを使うと、あ、エスタークじゃない、プチタークを使う。まあ攻撃8はいないんで、まあエスタークは残しておくと。まあただエスターク出しておく、あーんと、にょん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 。まあプチタークいるんで2点ダメージ与えちゃって、闇への供物、まあここ2点ダメージを煉獄長に与えて、煉獄さーに与うことによって状況って行きたかったけど、供物だったらこれ供物かな。うん、闇への供物使って、まあ、やることないんでスターかな。あお、ホメロス様、ホメロス様、まあ次のターン使うかな。スターク、ラーク以外、プチタークがやられたことには何も遺憾の意を示しておりませんが、まあここエスタークはまあ除去系がなければ、お、ララ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 、まあ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 、からのラップストーン、君とはラップストーリーからの、ここで煉獄、あ、煉獄さんそこ来るんだ。ってことは状況あるかな。さあ、ここで魔王、あ、
ないかこれ。魔王の束、お、あれじゃねえ、切れるわって言ってますが、これは8点ダメージ与えられるのでめちゃめちゃありがたい。さあここでまずはエビルフランケンからのホーメロス様、いいね、これが強い。熟練度デッキの何が強いかってエビルフランケンだね。やっぱり一番は石けなのも、このマグ司令の前にな。ホーメロス様好きすぎてもう全部のねボイスを覚えちゃったからね。あともう一個のやつがウルノーガ様のあれにしてあげるみたいな、そういうやつなんだけど、喜ばぬめ。さあここでまずはテンションアップ、まあ多分やられることはないんじゃない。お、僕じゃないです、やめてください。ただここいやいけたか、9コスでしょ、あと1コスで1体除去ることができるのかって話だよね。ゴムってくれるからの魔王の卵速攻か。あー4点ダメージあるか、1コスでなかったらリーサルなんですが、さあ魔王の卵が何かを持ってくる。さあさすがにないな。オッケー、これ毒アームし、あと3点あるかないよね、考えない。あ、そうだね、オッケー行きましょうか、ファイナルターン。さあ4点ダメージで対戦ありがとうございました。